はい、こんばんは。どうも。今日はですね、サイズが結構上がってきてるんですよね、早めに、それでちょっと春イカポイントの方に調査がてら、でかいの取れればね。そうね、まあ、目標はどっちともキロっすね。キロ狙いでこの差をぶちまけたいんでそんな感じで狙っていきたいと思います。頑張ります。レッツゴー。食パナっすね。食炊きグリーン軽ムラっすね。ちょっと最初は潮のっすね、流れがどっちに流れてんのかを把握したいところっすね。お、ベイトおるやん。ちょっと立ち位置変えます。あぶね。ちょっと大幅に歩いてきました。うわ、そこで波の起きるってことはさ、いきなりどんぶかか。ちょっと気持ち落として、あ、来た、イカだ、イカだ。寝かかったかと思った。あ、まあまあ走る走る走る、うん、まあ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 。いいね、こう竿のしなに見えんもんな。めっちゃしなっとるけん。めっちゃ高いよね。うん。あ、まあ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 、まあ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 。たもたもたも。よっしゃ。うわ、いいサイズ。いいサイズ、いいサイズ。うん。よし。おめでとう。最高です。歩いてきた甲斐ありました。ほんね、マジでちょっと歩いたけんね。マジ大移動やもん ね。いや、いいサイズ。いや、マジいいサイズ。うん、いいサイズでございます。おぞもす。丸ごとき。俺も釣ろう。使ってるロッドがヤマガブランクスのブルーカレント 76TZ なんですけど、ちょっとロッド的に3号までしか投げれないんですよ。で、3号エギを使ってるんですけど、潮が効いてるところだとやっぱめちゃめちゃ流されちゃうんで、ちょっとフリーでガッツリ流してみようと思って、どうしたら釣れました。風が予報と違って、マジでめっちゃ風が吹いてきたんで、ってことでアジング卒業かな俺。AKB48 を卒業します。イカ釣っちゃったの。いや、マジいいサイズ。いいサイズでしたね、うん、ちょっと検量してみたいと思います。ゼロですね、ゼロ。はい、はい、お、はい、どんぐらい。予想通り620。ほら、俺あっとるやん。655。いいサイズ、いいサイズでした。ありがとうございます。潮の潮もめちゃめちゃ良かったもんね。いや、ここ良かった、うん、潮止まり前の最後の潮の動きで撮った感じですね。うんうん、ハルイカポイントか。うん、そうね。まあ実際釣れたんで、うんうん、ちょっとハルポイントもちょこっとずつ探っていこうかなって感じです ね、うん、ですね。ちゃんとアジングタックルで釣りましたよ。ちゃんとぶちまげましたよ。ぶちまがったね、うん、ちょっと日中今度ちょっと撮影したい ですね。そういえば竿のね、竿の曲がりをしなりマジヤバくて、うん、それをぜひ見てほしい、うん、めちゃめちゃ楽しそうっす、うん、楽しそうだなと思ったら、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。